にちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイの使命とは何でしょうか？ツインレイの使命における究極の目的は愛を世界に還元すること。ツインレイの男性は全身全霊で愛する役割、女性はその愛を温め大切に育てる役割を担っています。ここでは世界を愛で満たそうとするツインレイの使命や役割、覚醒、統合後に果たすべきことを紹介します。ツインレイの使命は、第一に地上を愛で満たすこと。ツインレイの使命とは、愛を貪るのではなく愛を与えることが最終的なツインレイの使命です。ツインレイの使命を担っている男女は様々な困難に遭遇しながらそれぞれの魂を成長させていきます。男性には男性の使命、女性には女性の使命があると理解し、困難に立ち向かっていかねばなりません。ツインは地上で再会した後も決して穏便には進みません。試練が待ち構えています。ツインレイのサイレント期間には一度手にした喜びを手放す感覚に襲われます。ツインレイのサイレント期間に起きること、この期間はチェイサーとランナーの役割を担わされます。再び2つに分かれてしまったような感覚が2人を苦しめることになるでしょう。このようにツインレイが本来の形に戻るために途中過程に様々な課題が用意されています。ツインレイの統合をした後もその段階ごとにそれぞれの役割が課せられます。それらを乗り越え達成していくことがツインレイの使命なのです。ツインレイの使命としての女性の役割を解説します。ツインレイの使命として女性に与えられる役割は段階によって違ってきます。パートナーの男性と出会う前の女性は自分の中の混乱を統一させる役割があります。次の段階に進む条件はあなたの感性を解き放つこと。それはあなたらしく生きるという意味です。地上で生活するためにツイン女性は使命に逆らい自分を閉じ込めながら生きるケースが多いでしょう。そんな風にツインの使命に女性が気づいていない時、ツインレイは合図を出します。今の生き方に違和感を覚えると感じたらツインの使命に女性が目覚める前兆かもしれません。女性に降りかかる困難が多くなったと感じられる時がツインレイ使命の前兆の特徴です。女性が使命に気づく前兆とはツインレイが覚醒するとパートナーとの出会いが待っています。出会いの直前あるいは出会ってすぐの頃、女性は使命が次の段階に入ったことに気づくのです。ツインレイ女性は自分の中には無償の愛、穏やかな気持ちの芽生えを感じます。そして奥深くから精神が潤う感覚を実感するでしょう。外見的にも女性には潤い感が増してくるはず。ツインレイの使命を女性は心地よいものに感じます。そのため与えられた役割を全うしたいと思います。ツインレイの究極の使命。ツインレイの使命としてチェイサーがサイレント期間に果たす役割を解説します。ツインレイの使命がチェイサーに与えられるとツインレイの関係はサイレント期間に入ります。サイレント期間に入る理由はそれぞれですが、さらに魂を磨き上げる能力を潜在的に秘めている場合に起こりやすいでしょう。ツインレイのサイレント期間は2人にとってとても過酷なもの。一度は再会し喜びと安堵に浸った2つの魂が再び離れ離れになってしまう喪失感に襲われます。サイレント期間に入ったツインレイのチェイサーには使命が与えられます。サイレント期間にはチェイサー、ランナーの
それぞれがこなすべき使命があるのです。ツインレイの使命としてチェイサーに与えられるのは、もう一度魂の手入れをするという任務。それがツインレイの使命としてのチェイサーの役割です。ただチェイサーの使命に落胆して焦ったりパニックになるチェイサーは少なくありません。サイレント期間中は体調も精神的バランスも崩す場合があり、結構辛いもの。しかし忘れてはならないのは、サイレント期間によって使命がチェイサーに与えられることの重要さです。サイレント期間を乗り越えられた時にはとても大きな喜びがツインの二人に待っているのです。サイレント期間はツインレイの使命にとってチェイサーとランナーをもう一段階上のステージに押し上げる大切な段階と言えるでしょう。ツインレイの使命としてランナーがサイレント期間に果たす役割を解説します。ツインレイの使命としてランナーは離れた場所でチェイサーの魂の成長を待ち続けます。ツインレイのサイレント期間には、一見すると二人は離れ離れですよね。でもそれは物理的にそう見えるだけであり、心がつながっているのです。サイレント期間中に目に見えないスピリチュアルが愛をチェイサーに与え続けるのが、ツインレイの使命におけるランナーの役割。離れていても忘れられないという情熱的な感情が残り続けるのが、サイレント期間のチェイサーの特徴です。サイレント期間中はランナー自身も心の中からチェイサーがいなくなることはありません。サイレント期間は表面上他人の目には冷却期間のように映ります。この状況は周囲には理解できないという特徴があります。ツインレイの使命はランナーにもチェイサーにも発令されているもの。お互いが自分と向き合い磨き成長させる期間だと理解して過ごすことが大切ですよ。周囲の意見を深刻に聞きすぎない姿勢も重要でしょう。ツインレイの使命はランナーにとって後々とても重要なものになってきます。サイレント期間のツインレイの使命はランナーとチェイサーにしかわからないと頭に入れておいてください。ツインレイの使命はランナーとチェイサーのその後の関係を左右するので、特に慎重に過ごしましょう。ツインの使命は愛情で満ち溢れた世界を作ることです。ツインレイの使命まとめ。ツインレイの使命は、魂が地上でバラバラになっているところから始まります。おのおのが魂を成長させながらツインレイのパートナーに再会し、困難を乗り越え統合します。最高の愛を得て充足した心は、自分さえ良ければいいという感情を持ちません。満ち足りた心が生むものは愛。ツインレイの愛情がこの地上に愛をもたらすでしょう。それが最終的なツインレイの使命なのです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。